こんにちは、助産院バブバブ助産師の久子です。はい、YouTube ライブを定期的にやらせていただいてますが、その中で皆さんからの質問がたくさんドワーッと届くんですけど、なんせ時間が限られててちょこっとしか答えられません。答えてあげたい質問たくさんあるんですけど毎回できないので、ちょっとその質問をピックアップしてきて、ライブとは別で皆さんの質問にお答えしていきたいと思います。パート17行ってみたいと思います。頑張らんでええです。適当でええです。 Get my life color. You get my life color.はい、ではいただいている質問をどんどん読んでいきますね。チリチリブーさんね、はい、7ヶ月の女の子のベビーの新米ママです。離乳食についてですが、野菜は無農薬にこだわった方がいいのでしょうか。6ヶ月ぐらいで離乳食をスタートしたので、そろそろ2回食にする予定ですが、無農薬にこだわるのが大変すぎて、そんなに気にしなくてもいいのかな。はい、これはね、人それぞれ考え方いろいろだからね、いろいろでいいのかなとは思いますけど、これ私の価値観で話しますね。なので、いろんなやり方で全然いいんですよ。でも私のやり方、はい、無農薬こだわれるんやったらこだわりたいなというところはあるんですけど、ぶっちゃけ無農薬の野菜全部って言ったらむちゃくちゃ高いです。高いです。やっぱりこれ続けていけるんやろうかってなった時に、ってなりますね。これいつまで続けんねやってるんだよ、ってなるし、はい、3歳4歳になったらもう普通の中国産でもいいんかとかなってきたら、この無農薬ずっとやっぱり子供のために続けてあげなあかんのかなってなって、でこれが第2子とか第3子とか生まれたら、みんなのために無農薬の野菜で、これ家族全員無農薬の野菜で、ちょっとやっぱり金銭的にしんどいかなっていうところがあります。で売ってるお店もね、限られたりするしね、とかもあるので、私は一応国産の野菜にこだわってるんですよ。はい、それで OK にしてます。ただ有機野菜じゃないのかな、これ書いてないしな、でも一応国産何々県産みたいな、はい、そういう野菜で OK に私の中ではしています。だからなるべく海外の入ってきてる野菜は使わないようにしようかなぐらいのところはこだわってる。それもなんか、じゃあなんでこだわってんのそこにって言われて、あんまり分かってないからなんですけどね、分かってないのにこだわってるのもなんか説得力ないんですけど、まあ、一応やっぱ国産っていうところに知識ないけどこだわってるいいかな、それぐらいで、はい、っていう気持ちでやっていますので、そんなんでいいんじゃないですかね。で言ってるうちにね、まあ、今まだ7ヶ月やからあれやけどね、野菜とかが無農薬になったところでね、先々1歳超えてきたらウインナーとかハムとかね、いろんな添加物が入ってる食材っていうのもチャレンジしていくことになります。はい、でもそれハムはちょっと、ウインナーはちょっとって言ってられません。いろんな食材チャレンジしていかないといけなくなってきます。って考えたら、今その日本の国で売ってるものっていうのはちゃんと国の基準にクリアしたものしか売ってませんからね。って考えたら OK かなと思うのよ。だから野菜だけこだわったところで、そうじゃないもの、いろんなものを添加物も入ってくるって言ってるうちに、おやつお菓子とかも入ってくる。でもこれちょっと添加物が着色料がうんぬんだからとか言うてたら、お友達と遊びに行くことだってできなくなっちゃうね。だからそこは臨機応変、時には青色何号とか赤色何号おーみたいなもの、でもそういうものも子どもの、ね、感性を育むっていうところがあるんですよ。はい、綺麗な色やなとか、これとこれ混ぜたらどうなんねやろうとかね、なんか昔なかったですか、チークお菓子、はい、ねるねるねるねとかやりませんでした。あんなとこわっていうのは入ってるんですけど、でもあれ天然素材のね、天然着色料を使ってたりとか、すごい健康にこだわって作ってるんですけど、チークお菓子って、はい、そういうものとかも販売されてますけども、一見なんか体に悪そうに思ったりするけど、そういう視点だけじゃなくて、子どもたちはいろんなそういうカラーであったりとか、素材であったりとかね、味、ケミカルな味だったり、そういうものもいろんなことを経験することで、きっと独創性と創造性を育まれてね、なんか意欲的になれたりとか、チャレンジしてみたりっていう、そのなんかワクワクする気持ちっていうのも育まれるので、時と場合によって私はそういう添加物がちょっと入ってるものもいつもいつもじゃなければありかなっていうふうに思っています。ね、子供にカップラーメンは絶対食べさせませんって言うけど、子供出してあげたら喜ぶよとかもあるので、だから毎日毎日カップラーメンやったら困るんですけど、たまにはいいじゃないかっていうので、そういうのもね、上手に使っていってもらうぐらい柔軟な気持ちで子育てやっていってほしいなっていうふうに思います。
私たちだって時にはピザ食べたいじゃないですか、時にはマクド行くじゃないですかね、でもそんなんばっかりやったらあかんから、基本は和食でちゃんと作るけど、たまには今日ピザ取るとか、はい、やるじゃないですか。そうやって林業たまにはポテチ一袋いってもうたとかないですか。はい、私ありますよそんなんしながら自分の健康に向き合いながら、いいバランスを取りながらやっていく、そうやって生きていく、子どもも同じように考えてもらったらいいんかと思うので、力を抜いていくっていうのは私の中でのスタンスです。まあ一つのやり方として参考程度に聞いていただけたらいいかなというふうに思います。はい、次いきます。かなぽんさんです。6ヶ月の娘を育てています。離乳食をスタートしているのですが、食べるのが好きなのかめっちゃ食べます。先日商業施設にある体重計で測ってみたら、なんと成長曲線の下目あった体重がなんと上の線ギリギリまで行ってました。楽しく食べてるのでいいのかなとも思いますが、食べる量を減らした方がいいですか、ね、これもね、赤ちゃんの成長発達ってよく発育曲線ね、母子手帳の後ろの方にね載ってるあれ、皆さん見てね、チェックしていくと思うんですけど、あくまで発育曲線なんですよ。発育直線じゃないですよ。直線じゃなくて曲線なわけ。曲線ってことはね、伸びない時もあるわけですよ。こと思ったらグイーンっていく時もあるんですよ。かと思ったらまたちょっと停滞することもあるんですよ。そうしながら、こんないろんな波がありながら、全体像としてこうやって見た時に、透明にこうやって見た時にええ感じになんか右上がりのグラフで伸びてるわーっていうのが発育曲線なわけよ、ね、人間は機械ではありませんので、直線みたいな、いつも平均平均平均で伸びていく、そんな体重の人なんかいませんからね。身長も体重も何もかもそうやって波がありながら少しずつ伸びていく、だから発育曲線ね、なだらかに伸びていくわけですよ。ですので通常だいたい 3,4 ヶ月ぐらいまでの赤ちゃんはグググンって体重が伸びていって、6ヶ月過ぎてくると体重の増えが落ち着く子が多いんですけども、逆に 3,4 ヶ月まではあんまり伸びひん、みんなが伸びる時期に伸びひんかった、なんでやろう、ミルク足りてへんのかなとか言うてて、離乳食を始まった途端にうわーんって伸びていって、もうみんなのところ越して、え、上やんけどみたいにね、今ですか伸びるのって、ちょっと一般とちゃうやんかみたいな、そういう体重の今の時期ですかっていう時に伸びる赤ちゃんもいるんですよ。だからこれは一概に 3,4 ヶ月までが体重伸びて、そこからなだらかになる傾向があるというだけで、それ覆す子もいるわけ。例えば2歳児のね、イヤイヤ期って言いますけども、うちの お孫ちゃん、私孫いるんですけど、リリー今もうすぐ3歳なんですけど、今イヤイヤ期がやってきました。2歳児の時すごいやりやすかったけど、もうすぐ3歳、もう3歳になるんですけど、今なんなんもうっていうぐらいイヤイヤ期やってきて、めっちゃめんどくさいですよ。でみんながもうそろそろ終わっていく頃に、今頃イヤイヤ期に入ってるのリリーさあ、そういう子もいるわけですよ。だからみんな違うから、はい、なので構いません。だから体重がぐんと増えたとしてもね、でもきっと身長も伸びてると思うのよ。体重だけじゃなくて身長も測ってみて、あとは頭の周り頭位も測ってみて、いろいろこうバランスよく全部測ってみて、全部がいい感じに発育曲線の上の方に行ってるんやったら、別にこれはバランスよく大きい赤ちゃんになってきたねっていうだけじゃないですか。体重だけぐんって言ってて身長はめっちゃ下の方やったら、ちょっとバランス悪いなってことにはなるんやけど、それでももうね、身長がぐんと伸びるとき、体重がぐんと伸びるとき、これも平行して一緒じゃないから、体重だけ伸びるときと身長だけ伸びるときとかもやっぱあったりするので、そんなに目くじら立てることはないかと思うんですけど、なぜ体重が伸びていて、で子供が病気することもなく、おしっこうんちもちゃんと出てて、日々元気に育ってるなと、発達もしてきてるなって、2ヶ月前にできひんかったことができるようになってるわとか、はい、そういうことをママが感じて、元気に育ってんだっていうのがママの中であるんやったら、その体重の増えっていうのは健康でね、デブデブ太ってるんじゃなくてすくすく伸びてる、こういうふうに考えてあげたらいいかと思います。はい、問題があって体重が増えすぎる時っていうのは、極度の便秘になったり、急に下痢になったりとか、なんかこうしんどそうでいつもぐずってるなとかね、いろいろ症状出てきます。でそういうのを感じれずに、ただ体重がいい感じに上の方に行ってるって、これすくすくこの子にとって今伸びる時期がやってきてんな、他の子とちょっと違う時期やんか、おもろいなーでいいんじゃないかというふうに思います。ただね、食べるのすごい好きな子って、放置してたら食べるの大好きで、そこに執着があるから、ほっといたら永遠食べてることがあるんですよ。
なのでそれはあこの子うちの子ちょっと食べるの好きだなってなったらある程度のところで切る、ね、例えばじゃ量はどんだけ、これもすごい個人差あるので量というよりも時間で切ったらいいと思います。でいいペースでわー食べるんやったらもう10分やったら10分決める、10分間はどうぞ好きなだけどうぞ、はい10分経ちましたはい終わりですみたいな風にしてあげて10分だけ期間限定食べさせる、そこでこう切り替える、ダラダラ食いをしないようにするっていうことを気をつけてあげるっていうのでいいと思います。だからよく食べる子って ね6ヶ月ぐらいやったら食べへん子なんて一口も食べないですからね。ですごい食べる子はもうこれ3回食の子が食べる量ですから、赤ちゃん用のお茶碗もうなみなみ食べたりとか、それぐらい個人差があるわけだから、はい、それは別に構わないので、うん、健康的な離乳食を食べてて体重増える分には全然構いません、ね、だから時間で切ってあげるっていうところと、でよく食べるんやったら6ヶ月やけども2回食に増やしてあげてもいいですよ。よく食べるんやったらもう増やしていいです。でその代わりもミルクを減らしていくっていうような方法を取ったりとか、6ヶ月だからまだ1回食でドロドロのペーストですよねで、そういう子が多いっていうだけやから、この子のペースに合わせていってあげたらいいので、もうそこもどんどん何一般的なやり方目安っていうところから違うやり方やっていってもらっても、でおしっこうんち出てる、元気にしてる、どうかな、病気するしてない、やったらそれで OK っていうことやからね、そうやって進めていってあげたらいいかなっていうふうに思います。すくすく伸びてるのよ、デブデブ太ってるんじゃないからね。次はマナさんです。3人目妊活中の33歳です。2人目妊娠中に妊娠糖尿病になってしまったのですが、次もなってしまう可能性はどの程度あるのでしょうか、何か対策はありますかということです。はい、妊娠糖尿病はねもう本当に皆さんに妊婦さんもあるあるですよね。妊娠糖尿病と妊娠高血圧症候群と、あとは切迫早産、そのあたりはもうみんな私もみたいな感じでよくあるやつなんですけども、まあ、この妊娠糖尿病がね2人目妊娠中のいつぐらいに発症したかにもよるんですよ。これ妊娠中期ぐらい、まだお腹そこまで目立ってないその時期から糖尿病になったのか、それとも妊娠後期に入ってきてからなったのか、それとももう妊娠初期になったのか、そういうことでも次の糖尿病をかかるリスクっていうのは変わってくるんですね。だから妊娠期間の早い時期に発症すればするだけ次の妊娠の時にも発症率は上がってきますっていうふうにまあ考えておいて、まあ、高血圧も同じね、妊娠初期から高血圧だったんか中期やったんか後期やったんか、どこで発症したんかっていうので次の妊娠でも高血圧になりやすいよって、初期であればあるほど次もリスクが上がるっていうふうに考えてもらったらいいと思います。で妊娠糖尿病もね、これもどの程度の妊娠糖尿病だったかにもよるんですよね。だから食事療法でなんとかいける程度の、それで血糖コントロールできるぐらいの糖尿病やったんやったら、これはもうなんか妊娠に伴う、まあ、妊娠糖尿病っていう病名は出てるけど生理的なところからちょっと毛生えてもうたなって、血糖コントロールうまいことできひんかったなぐらいに捉えてもらっていいと思うんですよ。食べ物で食事でコントロール効くぐらいだったらね。でも食事でコントロールやったけどやっぱ血糖があかんくて落ちひんくて、もう結局インシュリンの注射、自己注射をしないといけなくなったっていうね、それぐらいひどい糖尿病、もしくはもうそれでもあかんくて入院して管理をしていくっていう糖尿病、はい、どのくらいの程度やったかにもよります。だからまあ食べ物でコントロール効いてたぐらいの感じやったら、次回ももしかしたら妊娠後期になってきたら来るかもしれへんけど、多分食事でコントロールできて大丈夫で、赤ちゃんの大きさとかも特に問題なく合併症もなくいけるんじゃないかと思いますしね、それがインシュリンも使ったよ、入院になったよっていうことやったら、次回の妊娠でも同じようなことになってくる可能性っていうのはあるので、だったらもし今ね、マナさんが少し太り気味やなとかっていうことがあるんやったら、次3人目妊娠する前にとりあえず適正体重に戻しましょう。これもただ無理をしないでほしいのね。ちゃんとバランスよく食べた上で少しずつ体重を落としていくっていうこと、落としたいからって言っていきなり節制して食事むちゃくちゃなことをやってバーンって体重1ヶ月に5キロ落とすとか、はい、こういうことをやっちゃうと余計に妊娠糖尿病のリスクが上がります。はい、少なくとも体内に入ってくる血糖ね、だ糖類、糖分が入ってきた時に血糖っていうのは血液の中の糖分が上がるわけだけど、でそれをいい感じにまた落としていくねんけど、それがうまく落ちなくなってくるっていうのが妊娠糖尿病なんですね。なので血糖をそのめっちゃ空腹、もう低血糖の状態になっている、そこからいきなり甘いものとか炭水化物バーンって入れることによっていきなり高血糖にするっていう、このものすごい波、これを避けてあげるのが妊娠糖尿病を、ね、避ける一つ の要素になってきます。なのでめちゃめちゃ空腹っていうのは避けていきましょう。でめちゃめちゃ満腹も避けていきましょう。なるべく1日を通して一定の空腹具合、はいね、満腹具合に、まあ、ツーって安定させる
うん、だからちょっとお腹空いてきたなと思ったらちょこっと食べるとかで満腹まではさせないとかで炭水化物をガーンって入れちゃっても血糖バーンって上がるんで血糖を上げるものはもう糖類なんで、うん、なのであの食べる時にタンパク質とか野菜とかそういうものを先に食べてからある程度お腹を満たして血糖ちょっと上がった状態でそこに残り少し炭水化物入れる感じ、そしたら血糖バーン上がらずに済むんですね。あとは、パンとかご飯とか麺類とかっていうのが炭水化物で血糖上げやすいもんなんですけど、これ GI 値って言ってあの食べた時にその血糖を急激に上げるかなだらかに上げるかって言った同じ炭水化物でもいろんな炭水化物があるんですね。で私のおすすめはさつまいもです。はい、うちはもうさつまいも年がら年中買っていて、であのちょっと切ってであのラップで水で濡らしてラップで包んでチンするんですよ。うん、で1本で3つぐらいに切ってそれを、レンジで850ワットぐらいで5、6分かなチンします。うん、で、焼き芋じゃなくて蒸し芋を作るのね。でそれをねあの常温まで冷ましたら冷蔵庫に入れます。冷やした蒸し芋、これが GI 値って血糖をバンって上げるその急激度をすごい緩やかにしてくれるあの炭水化物なんですね。あとオートミールとかもいいんですけど、私オートミール段ボール食べてるみたいで苦手なんですよ食べれないですよ私。なので私はもうさつまいもスイーツみたいに甘くて美味しいし、うん、だからなんか甘いもの欲求も満たされてしかも GI 値低いから血糖のコントロールにもなるっていうので私はもうさつまいもめっちゃおすすめします。はい、なのでそういうものをにご飯とかパンとか麺類をあのさつまいもに切り替える、しかも冷やして GI 値を下げる、はい、これもあの同じ ねさつまいもでもね、焼き芋にしちゃったら GI 値上がるんですよ。料理法によって蒸し芋で冷やしたら GI 値下がるんですよ。はい、そんなコツもあるので、そんなんしながら妊活しながら次の妊娠で糖尿病を発症させへんようにうまくね自分でできることをコントロールしていってほしいなというふうに思います。はい、ということで、皆さんライブ YouTube ライブからの皆さんの質問にお答えしますシリーズパート17これで終わります。まだまだ続きます。よかったら見てください。はい、12人産んだ助産師久子の子育てチャンネル、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。